え？嘘？どういうこと？売店で買い物を終え、バス停に戻ると、義母の姿はなかった。慌てて時刻表を確認すると、最終バスは5分前に発車してしまっている。絶望に浸っていると、義母から着信があった。もしもし、お母さん？あの、バスが。ざまあ見ろね。そもそも私たちの家族旅行についてくるのが、ずうずうしいのよ。そんな、他人は4時間かけて旅館まで歩きなさい。わかったわね。なぜ言い返せなかったのか、自分でもわからない。ただ、ここまで義母に嫌われていたという事実が、とてもショックだった。夫と義父とは別行動だし、最終バスが発車してしまった今、旅館までの山道を4時間かけて歩いていくしかない。途方に暮れかけたその時、一本の電話によって状況は一変した。私の名前は倉本沙織、30歳。ショッピングモールの雑貨店で働く兼業主婦だ。夫の健人とは結婚してもうすぐ1年。交際期間が3年と長かったことや、1年間の同棲期間を経ていることもあり、結婚後も特に大きな変化はなく、平凡な結婚生活を過ごしている。仕事も順調で、新年度からは店長を任された。固定客も増え、沙織さんと話したいからといって店に来てくれる人もいる。傍から見たら、順風満帆な生活と言えるかもしれない。だが、私には一つだけ問題があった。それは、夫の母との関係性だ。義母の美智子とは、初対面の時から最悪だった。結婚の挨拶で義実家へ出向いた時、美智子は私を見てこう言ったのだ。あなたがケントの結婚相手？嘘でしょ？義母の第一声に、義父とケントも口をポカンと開けている。あまりの衝撃に、もはや注意する発想すら出てこなかったのだろう。困惑で声が出せずにいると、我に返ったケントが慌てて義母に口を尖らせた。おい、母さん、なんてこと言うんだよ。違うわ、ケント。別に深い意味はないのよ。ただ、ケントが選んだくらいの相手だから、もっと美人で育ちの良さそうな子が来るんだと思ってたの。なんでそんな失礼なこと言うんだ。沙織は俺にとって最高に素敵な女性なんだよ。でもね、お母さんならもっとケントに会ったいい人を。いい加減にしてくれ。いくら母さんでもその発言は許せない。これ以上沙織を侮辱するようなら、俺は母さんとの縁を切るからな。ケントの発言に義母は一瞬にして青ざめた。縁を切るという言葉がよほどショックだったらしい。義母はその場で土下座し、何度もケントに謝罪した。ごめんなさいケント、違うの、悪気はなくて、私はただケントに幸せになってほしかっただけなのよ。俺の幸せは俺が決める。母さんに決められる筋合いなんてない。それはお母さんが悪かったわ。だからそんなに怒らないでちょうだい。お母さんね、ケントを怒らせるつもりはなかったの。ならもう二度と沙織にひどいことを言わないと約束してくれ。もちろんよ、絶対に言わない、約束するわ。義母はこの日、夫と義父の前で確かにそう言った。だからこそ私も今回の件を水に流そうと思ったし、今後いい関係を築けていけたらと、そう思ったのだ。だが実際は違った。約束するとの義母の発言はあくまでその場しのぎでしかなかったのだ。結婚から2ヶ月ほど経ったある日、突然私のスマホに義母から電話がかかってきた。私たち夫婦は挙式をしていないので、義母とこうして話すのは結婚挨拶の日以来だ。もう変なことを言われなきゃいいけど、緊張しつつも私は電話に応じた。はい、もしもし。すると義母は大きなため息とともに驚きの言葉を発した。沙織さん、あなた調子に乗ってるみたいね。はい。ケントから聞いたわよ。あなた変な理由をつけてケントに家事を押し付けてるそうじゃない。押し付けてるって、私別にそんなつもりじゃ。ええー、そうね。
ケントもあなたをかばってこう言ってたわ。共働きだから一緒に家事を頑張ってるって。でもね、わかるでしょ、本来家事っていうのは女が担うべきものなの。はあ、いつの時代だよと突っ込みたい気持ちをぐっとこらえ、当たり障りのない相槌を打つ。私が強く言い返してこないのをいいことに、義母は次々ときつい言葉を投げた。ケントはね、優しいから何があっても黙って受け入れてるだけなの。あなたがそんなんじゃ、いつかケントは必ずあなたに愛想を尽かすわよ。そんなこと言われましても、ケントさんの気持ちはケントさんにしかわからないと思います。まあ、なんて生意気な子なのかしら。ケントのことは母親である私が一番よくわかってるに決まってるでしょ。でもケントさん、私にそういったことは一度も。うるさい、すぐに口答えするんじゃないわよ。これだから育ちの悪い人間は。の結婚挨拶で義実家に行った時の記憶が蘇り、ものすごい勢いで頭に血が昇る。だが私はかろうじて自分を抑制し、あくまで冷静な口調で話を続けた。あの、お言葉ですが、あの時約束してくれましたよね、もうひどいことは言わないと。あら、私別にひどいことなんて言ってないわよ。ただ思ったことを言っているだけ。悪い？私からしたら十分傷つきます。こういうことを言うために電話してくるのでしたら控えてもらえますか。ああ、やだやだ。だから可愛げのない子を嫁として受け入れたくなかったのよ。言うだけ言って気が済んだのか、義母は話が終わらないうちに電話を切った。耳に響く普通音が私の苛立ちを増長させる。一体何なの？わざわざ電話してきたと思ったらこんなことを言いたかったわけ？許せない。帰ってきたら絶対ケントに報告してやる。その日の夜、仕事から帰宅した夫に私は早速義母の件を切り出した。するとケントは驚いた様子を見せつつ、申し訳なさそうに告げた。マジでごめんな、母さんにあれだけ忠告したのに。ううん、私もちょっとだけ言い返しちゃったし。いや、沙織は悪くないよ。母さんに今から電話するわ。うん、ありがとう。ケントはスマホを取り出し義母に電話をかけた。彼は終始怒った様子で話しており、電話の奥からは義母のすすり泣く声が聞こえてきた。10分ほどで通話を終えると、ケントは困惑したような表情を浮かべた。ごめん沙織、なんか母さんも悪気はなかったの一点張りでさ。え？悪気はなかった？また？俺が家事してるって話を少し前に電話でしたんだけど、どうやらそれが頭に来たみたいだ。確かにそれはお母さんも言ってたけど。でも大丈夫、改めて誤解を解いておいたから。家事を分担してるのは二人の意思だし、沙織に押し付けられてることもないって。そう言ったら母さんも納得してくれたよ。そう、ならいいけど。私が気がかりだったのは義母の悪気はなかったという発言だ。本当に悪気はなかったのか、そればかりが心に引っかかっていた。それ以降、義母から電話が来ることはなくなり、時折夫と義実家へ行く程度になった。義母はあからさまな嫁いびりはしてこないものの、私を無視したりわざとぶつかってきたりなど、小さな嫌がらせを重ねてきた。結婚して1年が経った今も相変わらず義母の態度は冷たい。とはいえ私も慣れてしまったのか、最近では義母のことをあまり気にしなくなっていた。そんなある日のこと、なんと義両親が夫と私を旅行に誘ってくれたのだ。どうやら義父は以前から家族旅行に行きたいと思っていたらしい。だが私と義母の関係がいまいちだったこともあり、なかなか言い出せなかったらしい。最近は私も義母の言動を特に気にせず過ごしているので、義父は打ち解けたと解釈したようだ。4人で温泉旅行に行こうと誘ってくれたのにはこのような背景があった。もちろん夫は快諾した。どうしたいかと私も聞かれたが、せっかく誘ってくれたのに断る理由もない。義母がどう思っているかは知らないが、この旅行がきっかけで仲が深まるかもしれない。そう思った私は二つ返事で旅行に同行することにした。1ヶ月後の旅行当日、目的の温泉旅館までは参道を通っていく。山のふもとには観光地が広がっており、
私はそこへ行くのを楽しみにしていた。一方、夫と義父は山へハイキングに行きたいらしい。私と義母は運動が苦手なため、必然的に別行動することになった。夫には、母さんと二人で大丈夫と聞かれたが、旅行中に何かしてくることはないだろう。私は夫に、大丈夫だよと告げ、笑顔で別れた。事実、別行動が始まってからも、義母が嫌がらせをしてくることはなかった。沙織さん見てちょうだい。このガラス細工すごく綺麗じゃない。このおまんじゅうも美味しそう。お父さんたちに買っていってあげましょう。ここの雑貨屋さん有名らしいわ。沙織さんも職業柄気になるでしょう。これまでの関係が嘘のように義母は積極的に声をかけてくれる。私が雑貨屋で働いていることを覚えており、有名な雑貨店を調べてくれたらしい。その気遣いが嬉しく、自然と笑顔になった。正直、義母と二人きりの行動は乗り気ではなかったが、とても楽しい時間を過ごすことができ感動していた。この時の私は完全に油断していた。まさかこの後あんな事態が待ち受けているなんて。数時間の観光を終え、すっかり夕方になってしまった。義母があらかじめ調べていた最終バスにもなんとか間に合いそうだ。バス停に着くと、義母は時計を見つめて、あと10分あるわねとつぶやいた。旅館まではバスで1時間弱かかるらしい。山道を登っていくのだから、それくらいかかるのは仕方ない。むしろ、バスが出ているだけでも親切だろう。夫と義父は、自家用車でそのまま旅館へ向かうことになっている。私と義母は、停留所でバスの到着を待つことにした。すると義母が申し訳なさそうにこう言った。ごめんなさい沙織さん、ちょっと喉が渇いちゃって。あっちに売店があるから買ってきてくれる？あ、わかりました。何でもいいですか？お茶か、できれば甘くないものがいいわ。あと少しおつまみも欲しいんだけど。わかりました、買ってきますね。私は財布とスマホだけを持ち、少し離れた売店へ向かった。10分もあれば十分戻ってくることができるだろう。義母の好きそうなお菓子をいくつかチョイスし、飲み物と一緒に会計を済ませる。だがバス停に戻ってくると義母の姿はなかった。え？嘘？どういうこと？慌てて時刻表を確認すると、最終バスは5分前に発車してしまっている。絶望に浸っていると義母から着信があった。もしもしお母さん、あのバスが。すると、という義母の甲高い笑い声が聞こえてきた。何が何だか分からず困惑する私に、義母は勝ち誇ったように言い捨てた。ざまあ見ろね。そもそも私たちの家族旅行についてくるのがずうずうしいのよ。ずうずうしい？どうしてこんな嘘を。あんたが調子に乗ってるからよ。所詮他人のくせにね。他人？私のことそんな風に思ってたんですか？他人は4時間かけて旅館まで歩きなさい。わかったわね。なぜ言い返せなかったのか自分でもわからない。ただここまで義母に嫌われていたという事実がとてもショックだった。その瞬間、悲しみと同時に言い表しようのない怒りが湧き上がってきた。ふざけんじゃないわよ。なんで私が。もういい。こうなったら絶対旅館にたどり着いてやる。私は意を決して参道を歩き始めた。だが先ほども述べたように、私は運動が苦手だ。走るのはもちろん、ハイキングなども苦手なので、上り坂を4時間かけて歩くのは至難の業だ。歩き始めて1時間ほどで明らかに足取りが重くなってきた。途方に暮れかけたその時、夫から電話がかかってきた。あ、もしもし沙織、父さんと早めに下山できたから今そっちに向かってるんだけど、まだ旅館に着いてないなら近くでピックアップするよ。え？それとももう旅館に着いちゃってる？母さんにも電話したんだけど出なくてさ。一応メッセージは入れたんだけど。助けて。え、沙織、助けて。お願いケント、早く迎えに来て。気づくと私は
ボロボロと涙を流して叫んでいた。あたりはすでに日が落ちかけており、何の変わり映えもない参道が続くだけ。私の精神状態はすでに限界に達していた。停留所で義母に置き去りにされたこと、参道をひたすら歩いていることを告げると、夫はすぐ行くからと言って電話を切った。休憩中に再びスマホが鳴り、今度は義母から電話がかかってきた。あえて応じずにいるとひっきりなしにベルが鳴る。夫が私をピックアップする旨のメッセージに気づき、焦って連絡してきたのだろう。きっと義母はかなり慌てているはずだ。だが私は一切応じることなく夫の迎えを待った。30分後、夫の運転する車と合流し、私は車内に乗り込んだ。するとほっとしたのか、再び涙が溢れてきた。夫から事情を聞いたのだろう。義父が罰の悪そうな顔で頭を下げてくる。沙織さん、本当にすまなかった。うちの家内がバカなことを。いえ大丈夫です。迎えに来てくれて本当にありがとうございます。暗かったし一人で怖かっただろう。これ買ってきたから。道中でわざわざ買ってきてくれたのだろう。義父が温かいお茶を手渡してくれた。ありがとうございます。温かいお茶が体に染み渡る。先ほどまでの悲しみはなくなり、私の中には義母への怒りだけが残った。旅館に到着して客室へ向かうと、すでに到着していた義母がスマホを握りしめて駆け寄ってきた。沙織さん、よかった、無事だったのね。はい。まさか沙織さんがバスに乗り遅れるなんて思わなかったのよ。だから私、ひとまず先に行ってお父さんたちに迎えに行ってもらおうと。どうやら義母は今回の件を故意ではなく偶然として処理したいらしい。あくまで私がバスに乗り遅れた、そういうことにしたいのだろう。だが私はすでに夫と義父に全てを伝えてある。嘘の時間を伝えられ、タイミングよく売店へ行かされた。それだけで十分な悪意が伝わってくる。夫と義父は荷物を置くことなくそのまま出口へ向かった。どこへ行くの？そう問いかける義母に義父は冷たく言い放った。俺たちは帰る。ここの金は払っておいてやるから、お前は二度と帰ってくるな。あなた、ちょっとケントも何とか言ってちょうだい。話を振られた夫は義母をぎどりと睨みつけた。ビクッと肩を震わせる義母に冷たい言葉を突きつける。わざとやったくせに今さら何言ってんだよ。母さんを信じてたのに全部嘘だったんだな。ケント、違うのよ。これは何が違うって言うんだ。母さんが嘘の時間を教えて沙織を置き去りにした、それが全てだろう。いつも自分は悪くないふりをして、結局母さんが全部仕組んでたんじゃないか。見損なったよ。そんな、ケント、ごめんなさい、許して。謝る相手は俺じゃないだろう。まあ、俺は許すつもりなんてさらさらないけどな。夫と義父は義母に背を向け、二人で部屋から出て行った。すると今度は、引きつった顔で、沙織さんと義母が声をかけてきた。どうせ私に許しを求めて、夫や義父との仲を取り持ってもらおうとしているのだろう。義母の手を振り払い、私はきっぱり言い捨てた。そういうのやめてください。あなたを許すつもりなんて1ミリもないので。そんな、どうして。私は純粋に謝ろうと。今さら、あなたの謝罪が信用できるとでも。私はこれまでされたことを絶対に忘れないし、許したりはしない。あなたを義理でも母親と思うことは金輪際ないので、二度と関わらないでください。それじゃ、さようなら。ちょっと待って、沙織さん、ねえってば。泣きじゃくる義母を尻目に、私は夫の元へ向かったのである。その後義母は私たちの後を追って帰ろうとしたらしいが、すでに辺りは暗く帰宅を断念したらしい。朝一番で帰ってきたものの、すでに義父によって荷物がまとめられており、しかも離婚届まで用意されていたという。義母から謝罪に行きたいと夫に連絡があったが、もちろん拒否。夫もまた二度と義母に会うつもりはないらしい。
長年連れ添った夫と息子に縁を断たれた義母。この先一人でどうやって生きていくのだろうか。おそらく過酷な日々が待っているだろうが、もう私には関係ない。あの日、私の中で義母の存在はすでに消滅したのだから。私の言葉を信じ、助けてくれた夫と義父には感謝しかない。これからは互いに信頼し合える本当の家族と、より良い関係を築いていこうと思っている。